未来を担う世代へ向けたラジオの中の公開講義、未来授業。今日の講師は作家瀬戸内寂聴さん。2021年11月、作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが亡くなりました。99歳でした。今週は寂聴さんが生前ジャパン FM ネットワークのラジオ番組で語ったお話から、その言葉と人生に迫っています。詩小説や人物伝、エッセイなど作家として確固たる地位を築いた寂聴さんは、1973年、51歳の時、岩手県の中尊寺で出家得度しました。当時人気作家の突然の出家は大きな話題となりました。出家得度とは、仏教の僧侶になるための出家の儀式のこと。髪を落として名前も瀬戸内晴美から瀬戸内寂聴になりました。未来授業2時間目、テーマは出家得度の日。中尊寺はね、金刀子先生、仏教の、師匠としてなっていただいたでしょ。で、金先生が中尊寺の貫主って言ってね、一番偉い人だったんですよ。だから金先生のお寺だからね、だから金先生がお前さんは出家はね、中尊寺でしなさいっておっしゃったの。で、これは師匠の命令だからね、もう言えないのね。それで、ありがとうございますって。ところが、金先生はご病気になって、それで、がんの手術をしてね、いらしていただけなかったの。それで、金先生は、懐紙ってね、その出家する時の頭をこう、剃ってくれる人ね。その懐紙をね、自分よりも偉いね、方にお願いしたからね、安心して行けっておっしゃったんですよ。だから、私は、どんな方かも知らないでね、いきなりそれ言ったんですよ。その晩ね、もう私はまだ締め切りが山ほど溜まってたからね、だから、それしばらく仕事ができないからね、もうずっと徹夜ですよ、その頃ね。それで、もうさ、最後の日にね、明日出家するね、その前の日ね、それで、やっとそれをね、とにかく片付けてね、それで、遅く出発したの。だから、中尊に行ったらもう、私の姉とかね、義兄とか、それからお友達はもう全部もう先に行っててね、で、やっと私がね、たどり着いたんで、そうしたらね、瀬戸内晴美がね、ここへ入ったはずだってね、それでね、探せ探せなんて言ってね、新聞記者やね、なんかがね、どかどかと廊下走ってる。そしてその瞬間ね、みんなね、伏せって誰かが言ったの。みんながパッと、体伏せって、それでね、おかしいなって、入ったはずだけどな、みんな、でやでやとね、行き過ぎたの。後で考えたらさ、そう、電気消せばいいのよね。そうでしょ、そんなこと誰も思いつかないの。それで、ほら来たって、すげえって、お茶碗持ってこれって、やったの覚えてる。それで結局、マスコミはね、その場はごまかして。それで翌日、本当にいきなり行ったんですよ。そしたらもう、うわーっと並んでるそのマスコミの人たちが、そのね、昨日取り損ねたからね。それで、こっち側に、なんかね、偉いお坊さんがね、なんかキキラキのね、こんな人ね、いっぱいいるの、10人ぐらい。もうびっくりしてね。あら、私、お礼しなきゃない。あ、一人いくら、わ、10人いたらいくらなんて、もう頭いって、頼まないのになって思って、そんなこと思ってたわよ。そしたら、そのね、返しはね、もちろんもうその、過ぎたし、初めてだったら、よろしくなんて感じで。そうだね。それをね、教師ってね、教えるね、教師っていうのがあるの。先生の教師。教師っていうのがね、ついてくれてね。それでその人がね、あ、立ってとか、右向いてとかね、お辞儀してとか、いろいろ教えてくれ、ちっちゃい声で。それでその通りしたのね。その教師がね、その杉谷大僧侶のね、息子でね、杉谷義順っていうの。それでその人と私は兄弟弟子なのね。だから、なぜかって、今世しかなくなって、私、師匠がなくなったんですよ。だから、ちょっとこう、心細いのね、なんかいろんな時に、それで、頭剃ってくれたから、お願いに行って、それで、師匠になってください。そしたら、いいよって言うんで、そしたら、それは、息子の方が先にね、出家してるから、だから、私が妹弟子になるわけ。で、今でも、もうずっと付き合ってます。
紙を落として仏門に入ることを飾りを落とすと書いて落飾と言います。その落飾という言葉をね聞いたら、ね、それ忘れもしなくて、アラハタ観尊がね飾りを落とされてって言ったの、その私にね、はぁと思ってね、なるほど落飾かと思ってね、うん、アラハタさんってほら割と古風ないいことをいっぱい知ってるから、ね、泣きながら女が飾りを落とされてって言ってくれた。髪を落とすというのは非常に大きいものですか？私はそれほど思ってなかったのよ。だって後でみんなあんまり騒ぐからね、コン先生はね髪はどうするって言ってくださったの。だから私いやもちろん、ね、剃りますよって、剃らなくてもいいんだよって言ったの。あの人いい加減だからねいや私はね自分がいい加減だからね、形から入らないとね全うしできないと思ったのよ。だからいやもう私はいい加減だからもうちゃんと剃りますよって言って、どういうつもりでいいよっておっしゃったか知らないけど、だから私はこういう生活すると思ってなかったんでしょ。だから在籍出家したのぐらいのことだったんじゃないかしら。びっくりしたんじゃない？いやいや剃りますよって言った。もうだってそう、もう出家するってもう決心した時にもう私はそう、もうこういう姿はちゃんともう頭の中にあったからね。そんな普通にしてたらまた男がいっぱい寄ってくるし、よう断らないし拒否反応がないからこの姿になったらね、やっぱりそれちょっとね、みんな考えるよね。未来授業、今週の講師は作家瀬戸内寂聴さん。今日のテーマは出家得度の日でした。明日も瀬戸内寂聴さんの授業をお届けします。